今回ね、まあ、こういうクリエイターとしてデビューして、まあ、4つなキャラ4人っていうんですかキャラクターをこれ、まあ、キティさんね、キティランドでやっていくということですけど、今後どんどんキャラクターが増えていくことはあるんですか。あ、どうなんですかね。今悪いちゃんっていう子を作り出したんですけど、自分の中にもあのたくさんのあのなんだ、キャラクターたちがいるので。あ、まだいるわけですね。じゃあそうですね、自分であの勝手に描いてる絵の時は結構います。どうですか、モンスター最近悪いことなんかやったことあります？悪いことですか。何やったかな。あ、何やったかな。悪いちゃんの気持ちをあの分かるためにブラジャー振りました。してました。あ、それ悪いちゃんのお母さんだけど。これこのマーク何なんですかね。のです。の、これはロゴですかね。のののです。の、まあわかりますけど、のって。これロゴなんですご自分の。ご自分で。そうですね。あの悪いちゃんのグッズを、うん、あの出していくときに。一目で誰が作ったか分からないといけないので、うん、ということで、のんさんのハンコみたいなもんですね。そうですね、ハンコです。私が作ったよ。はい、目印って、目印っていうか、どうですか、どうですか、どうですか、この創作、ね、活動どういう時にするんでしょうかね。やっぱりお家でいてなんかリラックスしてる時ですね。あの、いろんなお仕事のこととかがをやらなくていい日にあの書き始めます。うん、あ、結構ね、あの活動しなかった時期があったので、その時は結構暇だった時に、うん、あ、書いたりしましたけど、そんなにやってないですね。その時結構忙しくて暇だったんで、いろいろ始めようと思ってレッスンを詰め込んでたんですよ。お、暇だったんですよ、私。そうですね、お仕事。そろそろお時間となりますので、よろしくお願いします。でもそろそろ年末ですけど、クリスマスとか、なんかそういったのはどういう予定かなんかありますか。何にも決めてないですね。クリスマス、何かしなきゃ。もう、街がクリスマスツリーだらけで。イルミネーション、綺麗ですもんね。ツリーを飾ります。どうですか、イルミネーションとかどっか見に行ったりもします予定として。あ、ですね、何にも予定がない。何も予定がない。これからじゃあ建てる感じ。これから建てます。毎年行き当たりばったりなので。あ、そうなんですか。この学校でね、クリスマス過ごすのもいいかもしれない。いいですね。なんかこう、ツリーの衣装みたいな。ここにつけて、ね、悪いちゃんここツリーと見せかけて驚かすみたいな。そろそろよろしいですか。あ、そうそうそう、この、はい、お名前変わって何か心境の変化ありました。心境の変化、ノーメンに来てながらノンっていうふうに変わって、心境の変化はないですね。これから、あ、これから頑張っていこうっていう気合が入りました。なんかすごい2文字で画数が 2画だけになって、なんかこうシンプルな感じで面白いですよね。こっち、自分的にはどっちの方がいいですか。どっちがいい。どっちもどっち。はい、すいません、ここでお願いします。すいません、もう一つ、あの2019年のタイガーで、あの、まあ、タイガー発表になったんですけど、あの工藤官九郎さんとか、あとあのアマチュアのスタッフがみんなこう手がけるタイガーなんですけども、ちょっと出たいっていう気持ちってないですか。いや、あの、そのなんだ、やられるっていうのをニュースで見てですね、めちゃくちゃ面白そうだなと思ってるので、絶対見たいとは思ってます。出たいわ。出たいですか。どうなんだろう。どう、見たいですか。いや、見たいです。むちゃくちゃ見たいです。もうオファーあるんじゃないの。いや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 、わかんないです、全然。何にも来てないですよ。オファー来たら出たいでしょ。
オファー来たら、うん、もしもの話ですね、めちゃくちゃ、うん、どうなんだろう。お前オファー来たら出たいでしょ。この辺ですいません、お参りいたします。ありがとうございます。声優とかクリエイターで出られてるんですけど、ちょっと女優業から遠ざかっているというか、しばらくちょっとファンの人に見せられてないと思うんですけど、ちょっとファンの人に何かあの今後の抱負みたいな、今後の抱負ですか。私はあのもう自分は役者をやっていくっていうふうに思ってるので、どんどんあの女優の仕事をやっていきます。すいません、ここで終わりにさせてください。